強律マテリアル株式会社は、愛知県名古屋市港区地区三町2丁目41番地に本社を置くセラミックスメーカー。日本陶器、東洋陶器、日本外資の原料産、生成工場など原料部門を分離、統合して1936年に設立された森村グループの一社である。現在は、のりたけカンパニー入りみてどの子会社。コンデンサ、ガラス、陶磁器、 ファインセラミックスなどの原料粉末を主に製造、販売している。また、元素分析などを行う分析部門もある。1910年代後半に日本陶器から東洋陶器や日本外資が相次いで分離された森村財閥では、これら三社がそれぞれ原料産を所有し、農業原料を自社で賄っていた。しかし、粘土など共通する主要原料を効率的に、 入手するため、1921年に日本陶器の社内に原料共同配給所が設置された。その後、事業の拡大とともに原料の需要も増加し、1935年には3社合計で年間2万9000トンの原石、限度を使用するまでになっていた。このため安定した原料供給を専門に担う高級的な組織の必要性が認識され、 森村財閥の中核をなす森村組を筆頭に、これら三社も株主として1936年10月26日に、協立用業原料株式会社が設立された。社長には後に、東洋陶器の社長も務めた百吉三郎が就任した。創立当時、本社は現名古屋市西区の日本陶器社内に置かれていた。三社の所有する採掘権や、 原料産などはすべて強立原料に集約された。陶磁器の主原料の一つであるカオリンは安価で、良質な朝鮮半島産のものが主流で、現在の韓国継承南道加藤軍を中心に採掘権を所有していた。これに加えて、翌1937年から国内の代表的な投石産地である熊本県天草郡や愛知県ホミ村で採掘権を獲得し、 積極的に業務を拡大した。一方、朝鮮で産出したカオリンを現地で水費により生成することは技術的に困難だったため、荷上げする名古屋港に近い名古屋市港区畜山町の土地を日東石港と共に買収し、築地水費工場を1937年3月に建設した。さらに、岐阜県の土市や江那郡でも年度の水費工場を建設、買収して、 生産能力を拡大した。また、森村財閥以外の企業への販売も積極的に進め、東洋大化に白岩老石を納入するなどしている。このような中、現場との連絡を密接にするため1938年10月21日には、本社を現在の港区畜産庁に移転した。価格等々整例の影響により、日本陶器など、 グループ企業への優先的な供給が困難になる恐れが生じたことから1940年には3社に工場や採掘権を大幅に譲渡した。さらに陶磁器など非軍需品の生産が減少したことから1943年には原料の生産を一部停止している。一方で外資やゴム充填材の生産は増加したためこれらの原料は販売が好調であった。また、 旅行兵器と呼ばれたロケット兵器の開発のため、火酸化水素型液体燃料の製造に用いる磁気製品の原料をも供給している。なお、空襲の激化のため1945年に本社を再び日本投機社内に移動した。戦後の混乱に対応するため、1946年に組織改革を行うとともに翌年には社名を強立用業原料株式会社に解消した。 同年、築地工場を拡張し、翌1948年には名古屋鉄道からも付近の土地を買収し、その一方で人員拡充に対応するため本社を名古屋市中村区日置通りに移転した。この時期には福島県から宮崎県まで国内各地で工業圏や採掘圏の買収を積極的に進めている。1949年には 名古屋証券取引所に株式を上場した。しかしドッジラインによるデフレーションが起きると生産縮小を余儀なくされ、1949年後半には人員削減を行っている。また翌年には中村区の本社を森村商事に売却し、現在の港区畜山町に再び移転した。ありがとうございます。